名古屋ドームです。中日ドラゴンズ対広島東洋カープ、この一戦をお送りいたします。ドラゴンズの先発は右の勝野、対するカープの先発は右の大瀬良、以上の両先発。さあ、まもなくプレイボールです。右の勝野、マウンドに上がりました。期待しましょう。注目の投球です。まずは1回の表、トップバッターはピレラ。背番号10。第5球、投げた、打ちました。サード左への打球、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番堂林。堂林、背番号7。第3球はインコース低めいっぱい、見逃し三振。長野、背番号5。第4球を投げた、外角スライダー、見逃し三振。ギリギリのところに決まった。勝野、上々の立ち上がりを見せています。ドラゴンズ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で加藤、第9球投げた、低めいっぱいストライク。第2球投げた、打った、内野ゴロ、サードこれは守備範囲内、アウト。スリーアウトチェンジ。1回が終了しまして1対0、ドラゴンズまずは先制しています。2回の表、1点を追いかけますカープの攻撃。この回の先頭バッターは鈴木。第3球を投げました、一つ外してボール。第4球を投げました、インコース低め、見逃し三振。バッターは5番松山。松山、背番号55。次は6球目、投げました、外れました、フォアボールです。フルカウントから結局フォアボールです。右バッターボックスは6番相澤。第4球を投げました、流し打ち、抜いていった、ライトからサードへ、相澤ナイスバッティングです。ドラゴンズ同点のピンチを迎えます。背番号33。第1球投げました、スライダー見送ってストライク。1球目ストライクからストレートはボール。第3球を投げた、カーブ見送ってストライク。第4球は打ちました、ファール。第5球投げた、空振り三振。最後は148キロストレート。上本、背番号0。投げた、直球ストライク。第3球を投げた、3球目ストライク。第4球を投げた、低めの球、見逃し三振。勝野、ワンアウト一塁二塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。2回の表が終わって1対0です。カープ、この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー大瀬良、投げました、ボール。第6球を投げました、内角低めいっぱい、見逃し三振。次は4球目、投げました、打ちました、ファールボール。第5球投げました、打った、ファールボール。第6球を投げました、空振り三振。最後は150キロストレート。バッターは2番堂林、これが2度目のバッターボックス。第2球投げた、外れた、ボール。第3球はストレート見送ってストライク。投げた、打ちました、これは内野へのフライダー、取って、これで3アウトチェンジ。勝野、この回きっちりと3人で抑えています。3回の表が終わって1対0です。試合はこれから中盤4回に入ります。先頭バッターは長野。第1球低めのボール引っ掛けた、高橋下がっていった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは4番鈴木。鈴木誠也。第4球を投げた、打ちました、掴みました、これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは5番松山。最初のバッターボックスはフォアボール。第2球投げた、ボール。インコース低め投げた、アウトコース低めいっぱい、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込み、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。
勝野、見事カープ打線を抑え切りました。4回の表が終わって1対0です。ドラゴンズリードで迎える4回です。バッター加藤、最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げました、打った、これは強烈、打球はそのレフト、見送った、ホームラン、ソロホームラン、レフトスタンドに叩き込んだ。初球から思い切っていきました。素晴らしい一発をベンチも祝福。5回の表2点を追いかけます。カープの攻撃、トップバッターインコース引っ張った、高梨軽快な守備を見せました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは7番菊池、第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました、2球目ストライク、簡単に2ストライクと追い込んだ。ボール外角低め、さあ4球目打ちました、サード左、アウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは8番上本、今日2度目のバッターボックス、3球目ストライク、追い込んでいます。投げました、見逃し三振、勝野ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。試合は後半6回に入ります。先頭バッターピッチャー大瀬良、初球見逃し三振、打順は1番に帰ってピレラ、今日はサードゴロと三振、見逃し三振。右バッターボックスは2番堂林、今日は三振とショートフライ。投球これから4球目、外角低め、空振り三振、ボール球で仕留めました。勝野好投を続けています。6回の表が終わって2対0です。6回の裏、これからドラゴンズの攻撃に入ります。先頭バッターは加藤、カットボール見送ってストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打ちました、セカンド強襲、そして今拾い直した、記録はヒットになりました。これで今日は3打数カープ追う展開で迎える7回です。バッターは西川、さあ次の投球、打った、ライトへ上がった、取りました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスには鈴木、今日は三振とファーストライナー。次は6球目、投げた、低め、空振り三振。バッターは5番松山、今日はフォアボールと三振、投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振、ギリギリのところに決まった。勝野ここまできっちり1安打ピッチングが続いています。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で加藤、今日は取りました、これでスリーアウト。ドラゴンズランナー一塁三塁残塁、7回までが終了しまして2対0です。8回の表、これからカープの攻撃に入ります。トップバッターは相澤、投げた、これは引っ掛けた、サード左横のフライになりました、掴みました、これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは7番菊池、今日は三振とサードゴロ。初球ストライクから打ちました、ワンボールにご注意ください。第3球を投げた、見送ってボール、さあ4球目、内角低めいっぱい、見逃し三振、内角低めいっぱいに決まった。バッター高橋宏樹、第2球投げた、まっすぐ見送ってストライク、軽く追い込んでまいりました。投げました、内角ボール球打った、ヒット、高橋いいバッティングを見せました。ピンチヒッターは野間、カープ代打構成に出ます。野間背番号、第3球を投げました、ボール、第4球を投げました、ボール。投げました、打ちました、三遊間ライナーで破った、ヒット、ボールは中継、野間ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。投げました、見送ってストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、打ちました、当たり損ねのセカンドゴロ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。勝野ここまできっちり3安打ピッチングが続いています。いよいよ最終回を迎えました。この回のトップバッターは堂林、カープここで一つ形を作りたい。
第9球投げた、直球見送ってストライク。第2球打った、レフトへ飛んだ、レフト前のヒットになります。堂林いいバッティングを見せました。バッターは3番西川、これが2度目のバッターボックス。投げた、これはしっかりキャッチしていました。投球これから4球目、低めボール球打った、1、2塁間のゴロ、あっと取れない、ボールは中継、西川ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。に変わりまして、今日2三振の鈴木、次は5球目、投げた、打ちました、センター前のヒットになります。堂林3塁回った、ボールは中継、ドラゴンズ最終回で追いつかれました。2対2、ノーアウトランナー2塁となりまして、松山ひときわ大きな声援が聞こえます。第4球を投げました、打った、1、2塁間へ抜けた、ライトバックホーム、松山いいバッティングを見せました。ドラゴンズなおもピンチが続きます。さあこれが試合を決定づける場面、どうなるか。第2球投げました、打ちました、ファール、投げました、打った、掴んだ、ホームは、三塁ランナーはタッチアップ、タッチしてアウト、ツーアウトランナー一塁に変わります。バッターは7番菊池、今日はここまで3打数ノーヒット2三振。さあ次の投球、ランナースタートを切った、キャッチャー二塁へ送球、松山挟まれた、タッチはアウト、盗塁を阻止しました、マルティネスやりました。さあこれが試合を決定づける場面となりそうです。第1球投げました、完全に外れた、ボール。第2球投げました、マシンで捉えた、抜けた、センターバックホーム、さよなら、さよなら勝ち、加藤さよならタイムリーで見事勝利に貢献しました。勝利投手マルティネス、敗戦投手堀江でございました。ビクトリー。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。